日向坂46の小坂奈緒が5日、都内で行われた映画、日の丸ソウル舞台裏の英雄たちから、5月7日、公開の完成披露イベントに参加した。1998年、長野冬季五輪のラージヒル団体で日本初の金メダルを獲得した岡部孝信、斉藤浩也、原田雅彦、船木和喜の4選手を裏で支えたテストジャンパーにスポットを当てた実話を描いたもの。主演の田中圭が94年リレハンメル大会のスキージャンプ団体で日本代表を牽引するも銀メダルに終わり、長野五輪では代表落選を味わった西方仁成氏を演じる。小坂が演じるのは唯一の女子高校生テストジャンパーを担当した小林よし子。当時女子スキージャンプが五輪種目になかったため、テストジャンパーとしてでも長野五輪に参加したいという思いを持った葛西よし子さんがモデルとなっている。思い出のシーンを問われると、五輪が中断となってもしかしたらここで終わるかもしれないという状況で、私が発した言動でみんなの空気を変える。普段の自分だったら思い切ったことを口に出したりできない、小林よし子だからこそ言えたセリフだったと懐かしむ。そして当時女子のスキージャンプの種目はなかったけれど、オリンピックの舞台でジャンプができる喜びと、今後自分が女子ジャンプという種目で活躍できたらという夢を持ったセリフ。そこで女の子一人の言動で大人の気持ちを動かすことができたシーンは印象に残ってますねと感慨深げに語っていた。舞台挨拶には田中圭、土屋太鳳、山田裕貴、新栄太郎敦史、飯塚健監督、西方仁成氏、原田雅彦氏も参加した。